暮らしのガイド。税金。日本の税金は次のようなことに使われます。道路、水道などのインフラ整備、警察、消防などの安心安全、学校、保育園などの子どもの成長、福祉、医療などの社会的助け合い、メリット。皆さんも使うインフラやサービスが税金で成り立っています。日本にはいろいろな種類の税金があります。ここでは私県民税を説明します。私県民税はあなたの前の年の収入をもとに計算される税金です。1月1日に袋井市に住んでいた人が払います。その前年の1年間の収入をもとに税金の金額が決まります。毎年6月頃に支払う税金の金額が決まります。会社に勤めている人の私県民税の支払い方を説明します。決まった税金の金額は会社へお知らせが届きます。会社は6月から次の年の5月まであなたの給与から毎月私県民税を差し引きます。あなたの代わりに会社が税金を払います。給料がない人や働いていても給料から差し引くことができない人の私県民税の支払い方を説明します。6月ごろ納付書が自宅に届きます。コンビニや銀行へ行き納付書で払ってください。1年分を6月、8月、10月、1月の4回に分けて支払います。袋井市から他の市へ引っ越すときや日本を出国するときは税金の手続きが必要なときがあります。手続きは市役所でできます。詳しくは市役所に来て聞いてください。大切なポイント。私県民税は給料で差し引かれないときは銀行やコンビニで支払いをしてください。